つも君の中で、愛はいつも君の中で、愛はいつも君の中で光る。まっすぐに生きるのってとても難しい。誘惑や臆病が君に囁く。好きなのってなんだろう、したいのってなんだろう、大切にすべきことさえ見失うのかい。そう、どんなにいいように見られたくてもね、君は君以上でもいかでもない。どんな時も正義が勝つ、そんな世であれと願おう。美人よりもモテる人がいるのも事実、兄弟でも得意分野違うも事実。愛は寂しがり屋さ、愛は愛を呼び込む。愛は愛の上に愛を作ったりはしないさ。さあ笑え、いざ挑め。愛は愛の上に愛を作ったりはしないさ。愛は愛の下に愛を作ったりもしないさ。することってとてもたやすい。もう一人住んでいる悪魔ささやく。サボっちゃえばいいだろう、誰かやってくれそう。悔しさ感じることさえ忘れちゃうのかい。そう、どんな結果であれそれが全てさね。もしもしかしまさかたらもればもない。どんな時も正義が勝つ、そんな世であれと願おう。勇者ある家系のやつがいるのも事実。愛は時に気まぐれ、愛は愛を笑わない。愛は愛の上に愛を作ったりはしないさ。さあ笑え、いざ挑め。愛は愛の上に愛を作ったりはしないさ。愛の下に愛を作ったりもしないさ。モーニング娘。ワンフォーの佐藤まさきです。今回も私が MC を担当させていただきます。よろしくお願いします。はい、前回の MC を見てくれた、メンバーに聞いたんですけど、同期の工藤遥香ちゃんにどんな感じだったって聞いたんですよ。そしたら、まーちゃんよくできたねってすごいなんか鼻笑いみたいな感じで言われたんですけど、ファンの方々のブログのコメントにはなんか、まーちゃん成長したねとか、これまーちゃんとか言ってたんですけど、まーちゃんだよ、本物のまーちゃんだよ、本物ですよ。で今回すごい目標がありまして、なるべくカンペを見ないようにしていきたいなと思います。そして最近のモーニング娘。ワンフォーなんですけど、いや、どっちかというよりかは最近の11期メンバー小田さくらちゃんの情報なんですけど、入った当時とかは一人でずっと楽屋でなんかずっと鼻歌を歌ったりとか、ずっとなんか心を込めて歌ってたんですよ、歌を。でも最近ツアーとかリリウム少女純血歌劇というミュージカルの稽古をしている途中の休憩時間であんまり一人で歌ってるのを見なくなったんですね。だからどうしちゃったのかなっていうよりかは、どうしたんでしょうかっていうことなので、なんか今後なんか機会があれば小田ちゃんに聞きたいなと思います。番組の冒頭ではベリーズ工房が6月4日に発売するシングルから会えばいつも君の中にのダンスショットバージョンをご覧いただきました。はい、見ての感想なんですけど、サビのとこでパン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 って腰を振るとこがあるんですけど、なんかそこでなんかみんながこう見てて、すごいみんなが合ってるから、うわーすごいって一人で行ったりとかしちゃったりとかしてたんですけど、なんか見習わなきゃなって思いました。そしてモーニング娘。ワンフォーとベリーズ工房のダンスの違いなんですけど、
モーニング娘。ワンフォーは卒業と加入を繰り返してその時その時のメンバーとダンスをするんですよ。でもビリーズ工房は昔からずっと一緒のメンバーといるので、なんか細かいところまですごい合ってたりとか、なんか大人っぽい表現がしてるので、なんか まさきもすごい見習わなきゃなってすごい思いました。それではベリーズ工房のコーナー、ベリーズセレクションをご覧いただきます。今回は熊ゆりなが登場します。どうぞ。ベリーズ工房の熊ゆりなです。楽しんで見てもらってますか？はい、今回はベリーズセレクションということで、6回目ですかね、これで。はい、6回目のコーナー企画になるんですけども、このコーナーはですね、まあ、ご存知の方は絶対もうあなたもご存知だと思いますけども、説明すると、ベリーズ工房10周年を迎えて、今までのライブ DVD を、私たちが映像を見ながら、こう振り返っていこうという、もうなんとも素晴らしいコーナーとなっております。ね、早速今日紹介するのはこちらです。これはベリーズ工房サマーコンサートツアー2006夏夏あなたを好きになる3原則。これもう2006年、若いですね。もうこの時の何にしよっかな、15番目のカッチョ A を、ご覧いただきたいと思います。早速見ます。始まった。あ、懐かしい。お面を持って踊ったんですよね、これ。浴衣？ジンベイみたいなの着て。懐かしい。あ、もう夏、夏って感じですね。あー、やったな。これ以上かわいい。こういうのもう一回見たいな。これリハーサルすごい大変だったんですよ。お面の向きとかも結構こだわりがあって、自分の前に持ってきたりとか、もう大変だったな。あとひょっとこかおかめさんかどっちがいいかっていうので、みんななんかちょっと取り合いになったりとか、確か結果会社の偉い人が配って決まってとか。懐かしい。今はカチョエの振り付けオリジナル、お祭りバージョンじゃないので、これはこの DVD でしか見れないですよ。どうだよ。もう一回やりたいな、これ。ちょっとね、もうそろそろ夏なんで浴衣着て、再現したい、これ。ももちだまーさんも、あ、この時投げでっこが流行ってた。みんなおでこ上げてて、前髪。懐かしい。だってこの時多分2006年だから、小学校6年生、じゃあ中学1年生の年か。いやー、若いなー、フレッシュはい、ということでね、もう何よりもフレッシュ。やっぱ私たちも若かったなというか、あとはこうお面を使って踊ったりとか、こうちょっとお祭り騒ぎでライブをやってて、なんかこの時もすごいベリーズ工房らしさというか、
個性が出てたんじゃないかなと思いますね。これ絶対再現したい。ちょっと提案してみたいと思います。またね、そろそろ夏も近づいてきてるので、またどこかでできればいいなと思います。はい、次回は菅谷梨紗子が2007年桜満開ベリーズ工房ライブ、この感動は二度とない瞬間であるをご紹介します。ぜひご覧ください。以上、くまりなでした。5日に中野サンプラザで行われたコンサートの中から How do you like Japan? 日本はどんな感じでっかをご覧ください。どうぞ。ワンフォー、ハードゥーライクジャパン、日本はどんな感じでっかをご覧いただきました。
この曲は今モーニング娘。ワンフォーがコンサートで行っている、なんかファンの皆さん今から行きますよとかついてこいとかっていう空気を作ってくれる曲なんですけど、もうツアーラストあと1箇所しかないので悔いのないコンサートにしたいなと思います。そしてそのコンサートが終わった後にリリウム少女純血歌劇というミュージカルが始まるんですけど、その見どころはすごいなんか超笑った後になんかすごいなんか感動がある、なんか思い出に残るというか印象に残るミュージカルとなっているので、ぜひお時間がある方は見に来てください。キュートです。5月3日に中野サンプラザで行われたコンサートからPlease Love Me More をご覧ください。どうぞ。Love Me More をご覧いただきました。この曲はキュートの23枚目のシングル都会の一人暮らし愛ってもっと斬新のカップリング曲です。今回のツアーで初披露しています。はい、まさきのキュートさんとの思い出は、キュートさんとはハロープロジェクトのコンサートでしか会えないんですけど、その時にキュートの中島咲さんと岡江千里さん、萩原舞さん、
この3人のお姉さま方とお話をさせていただいてるんですけど、田中玲奈さん、道井さゆみさん、その次のお姉ちゃんみたいな感じで、まさきはすごい捉えてるんですけど、なんかハロープロジェクトのコンサートで萩原舞さんの香水をシュシュシュってつけてくれたりとか、岡江千里さんの唇赤いリップを借りたりとか、あとは中島まさきさんのマニキュアで岡江さんの指を塗ったりとかして仲良くさせていただいてます。いろんな地方に行けたことがすごい嬉しかったなって思いましたし、もう全部の公演がライブハウスって初めなんかどんな感じなんだろうとかすごい心配だった部分とかもあったんですけど、距離が近くてお客さんとなんか MC とかでもなんか結構ファンの人に助けられたりとかする部分とかも振りとかもなんかファンの人が踊ってくれてるので、ちょっと次となんだっけとちょっと思って嘘でしょ見て自分がなんか合ってるか分かんないみたいな、そういうこと言ったら合ってるんじゃないみたいなっていうこととかもあったりして、すごい楽しいなと思います。では私は1月の初めの時は5月までってすごい長いなって思ってたんですけど、意外となんかあっという間っていう部分もあったんですけど、あっという間だなと思う部分もあったんですけど、でも1月から考えるとやっぱ長かったなって不思議な感覚なんですけど、でもこう無事誰も大きな怪我とかせずにこうやって最終日が迎えられて本当に良かったなと思うので、ラストも頑張っていきたいなと思います。私はですね、まあすごい長かったのもありますけど、なんかいろんな各地に行って初めてのところでもみんなさんすんごい喜んでくれて、なんかそれが一番嬉しかったなって思うし、なんか初めて行ったところでもスマイレージを知ってもらえたっていうのがすごい嬉しいなと思うので、これからどん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 もっともっとたくさんいろんなところに回れるように頑張りたいなと思いますけども、とりあえず今日最終日で、はい、頑張ります。行ってきます。行ってきます。マウスマウスバイバイ。はい、今日でスマイルチャージ2014春の、まあ、ラストの公演を迎えるということなんですけど、はい、どうですかね。いや実感ないですね、まず、なんかずっと結構長い1月から始まって、やっと終わるって感じなんですけど、でもずっと長いことやってきたからまだ先がありそうっていうか、あ、まだ続きそうっていうか、そんな感じがします。なんか終わりって感じがまだしないですね。そうですね。どうですか。でもあれですね、秋ツアー、去年の秋ツアーでもスマイルチャージを同じ衣装とかで、セットリストは結構違ったんですけど、同じ衣装とかでやったりとかしてたので、たけちゃんが言ったようになんかもう終わりなのかっていうのもあるんですけど、その秋ツアー自体は結構急遽決まって、急遽決まったツアーだったりとかしたので、こうやってなんかその次の日本武道館っていう大きな目標というか大きな、何、お仕事、を目の前にしてこうやってツアーを終えることができるっていうのは
すごい幸せだなって思います。あ、なるほど、うん、でも私はそうですね、でもあっという間っていうように思うかもしれないけど、思い返してみるとすごい長かったなって思うし、本当にやっぱ最初から考えるとなんかいろんなことがあったなと思いますし、でもなんかそうですね、このライブハウスツアーが始まる前も結構スマイレージはライブハウスツアーたくさんやってたっていう意識が自分たちの中にもあったんですけど、やっぱもう今までを上回るぐらいどん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 長いツアーをやらせていただいたので、この経験は絶対に無駄にしちゃいけないなと思いましたしね。この後もうすぐ本番始まりますけど、はい、まあ最後だからっていうのもあるけどまあ今まで通り普通にね、ちゃんとしたことをきちんとできたらいいなと思いますので、皆さん、まあツアーは今日でね終わりなんですけど、はいですね、はい、そこのあなたも、はい、これからもね、応援よろしくお願いします。お願いします。みなぷん、めいめい、キピアスバイ、イエーイ、頑張ります、頑張ります、頑張ります、じゃあ、はい、ファンの方々が笑ってるとなんかすごい自分まで楽しくなっちゃって、うん、もう本当にいい経験ができたなと思いますし、まだまだたくさんライブハウスもっともっと回りたいと思いました。他にある？でもやっぱり、うん、なんかこうこのツアーもツアーができなかった上でできたツアーであったりとか、まあ、ライブハウスのライブなので本当になんかね、こうスマイレージとして活動していく上で、あとこうやっていろんなライブとかやっていって、当たり前のことを当たり前と思っちゃいけないっていうのをすっごいね、人間としても学べたなと思うので、なんかこうこれからももっともっと成長していけたらいいなって思いますのでね、はい、皆さん本当にこれからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして7月15日の武道館に向けてね、さらに大きく成長できるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ツアー最終日が長野
クラブジャンクボックスで行われたらしいんですけど、モーニング娘。ワンフォーも同じところでナルチカっていうイベントでやらせていただいたんですけど、すごく近くてですね、こうやって手をやったらなんかもうこれぐらいで、これぐらいですよ本当に、あと2センチぐらいでこうやって手が届いてるんじゃないかっていうぐらいすごく近かったり、暑さすごい感じたりとかしたんですけど、今モーニング娘。ワンフォーはフォーメーションダンスを武器としてるんですけど、ライブハウスなんですごい範囲が狭いんですよ。だからモーニング娘。ワンフォーのフォーメーションがちょっといつもとは違う、なんかライブハウスならではのフォーメーションダンスとなっていますので、ぜひまたできたら見に来てほしいなって思います。そしてスマイルエッジとは今リリウム少女純血歌劇というミュージカルでモーニング娘。ワンフォー一緒なんですけど、すごい稽古の休憩時間ですごい話す時間があるんですよ。で最初はあまり話してなかったんですね、スマイルエッジと。なんですけど、どん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 仲が深まっていって話しているので、もっともっと話したいなって思います。ヘアアレンジのコーナーです。今回はモーニング娘。ワンフォーの生田絵里奈の登場です。ご覧ください、どうぞ。モーニング娘。ワンフォーの生田絵里奈です。今回はヘアアレンジということなんですけど、なんか君の代わりは癒しないっていう髪型があって、その時の髪型がすごいねじってる、編み込みをしてる髪型なんですけど、それをイベントとかで自分でやる時のなんか簡単なやり方を教えたいと思います。まずね、いるやつはね、この茶色い、エリナ茶髪やけん茶色いゴム、てってれん、茶色いゴムと、あとね、多分ね、ここの今エリナ結構前髪分けてるんですけど、ここのね残す部分がちょっと気になるかなって時に止めるピンと、あとちょっとボロボロやけど櫛と、あとね、今半分だけ巻いとっちゃけど、これ巻き髪やけん、コテじゃんと、あと前髪、エリポンの前髪を作るストレートアイロンと、このスプレーを使います。じゃあまずね、何からしてます。まずここ前髪をピンで留めます。てってれ、でこんな感じで、本当に自分の前髪の量の多さでこうやって決めてもらって、でまずこの櫛で、あのね、これを結ぶやつ3本なんですよ。3本やけん3本になるようにこうやって取ってって、取ってきます。取ってって、ここからが難しいんですけど、で取りました。そしたらここ耳かけます。そしたらこのね、この髪がポイントなんですけど、これをまず取って、ここだけ取ります。半分だけ取ってねじるんです。思いきしねじってからの、もう一つ合わせてからねじってでれー、スプレーをここで使います。ここでスーってやって、ででてれー、いい感じじゃないいい感じじゃないとか言ってね、いい感じだよね。よし、でこれを結びます。もうこれ普通に結ぶだけでいいんで、これなんだろう、結んで、よし、でこれ1個目完成で、この時は別にピョンって飛び跳ねてていいんで、これはもう完璧で、次ここね、ここもさっきと同じように取ります。で半分に分けてこっち側ねじります。なんかね、ねじり方によってすごい編み込みしてる風に見える時もあるんですよ。今日ちょっと時間ないけど、そうやってできんけど、こうやってまあいい感じに編み込みで、見えるかな、こんな感じでしてって、なんかすごいさ、線とか気になる方とかはすごい、なんか几帳面の方とかはね、それでも
多分ね、これ今汚いけど線とか見えた方が絶対綺麗と思うけん、ぜひね、この櫛でやってもらいたいなって思います。よし、2個目、これはもうほんとこんな感じ、こんな感じでよくて、なんかね、これでこうやって今結んでるところがすごい目立っちゃうんで、これをこうやってなじませるんですよ。こうやって伸ばしてなじませて、このゴムが真ん中に来るようにします。で、もう一個、次、これ最後、これでよし、最後もこうやって半分ねじって、でもう一回ねじって、よし、ねじって、待って、ねじってからのゴム、これを出して、よし、止めます。なんかさ、爪の仕方すごい難しい。よし、でててよし、まあ、これで。まあ、これでその土台は完成で、これもうこれはピンはいらないんで、これで土台は完成なんですけど、まあこれだけだとね、ちょっとあれで、ここもエリナ編み込んでるんですけど、まあ普段編み込めないので、もう一個ゴムを出して、ここを、これが難しいんですよ。これを外したピンをね使ってね、ここ上げるんですよ。こうやって上げます。どうやって見せたらいい、こうやって上げます。こうやって上げて、ここで止めます。で、そしたらこの下に出てる毛を結びます。で、できればその右寄り、自分がいつも髪を巻いてる方とかに寄り目で結んで、こうやって普通に結ぶだけでいいんで、なんかショートの子とかやったらちょっと難しいかなって。で、もうこれで、もうこれで土台完成。これもう今3つできて、でね、ああね、すごい、ありがとう。それで次出てくるのはアイロンなんですけど、じゃん、これでね、もうね結構完成形なんですけど、これなんか、これだけやったら、あ、そう、最初に説明しないか。そう、なんかこれ最初に半分巻くんです。半分だけで、しかもこれあれなんですけど、上から巻いてくのがすごいポイントで、この半分の毛を全部右側に寄せるけん、その上から巻かんとこのストレートの髪がなじまないんですよ。だから皆さん上から巻いてください。ポイント、これ上から巻いて、で結構ね、強めに巻いてほしいんですけど、どんぐらいから、巻くのも本当上からで、よいしょ、こうやって一回巻きます。もう本当にこんぐらい上から巻いてほしくて、なんかもう本当にこんな感じになる、なってもおかしくない。今は見とっておかしいかもしれんけど、その時はおかしくないけん、なじませたらおかしくないだよ。独り言、ほんま独り言がちょっとねひどすぎるけどね、こんぐらい、こんぐらい強くて全然大丈夫です。で、こんな感じ。普通にその巻くやつは、巻く残してる左右側はこんな感じで、次この結んだね、この髪の毛を巻いていくんですけど、これはこの、これもね2つに分けます。これも2つに分けて、よいしょ、なんかこれはすごい難しい、なんか巻くのあんまり苦手かなって子にはすごい難しいんですけど、表と裏ってあるんですよ、裏巻き表巻きみたいながあって、それできれば交互にしてもらいたいなっていう風に思うんですけど、こんな感じでも適当で、本当強く巻いてください、お願いします。
よいしょ。今ね、横にね、ちょっと福村瑞希ちゃんがいるんでね。ね、瑞希。うん。入っていこうと思ったけど、あんまりうまく入れなかった。でも気になったのが、うん、表巻きと裏巻きじゃなくて、うん、内巻きと外巻きじゃなくて。それかな、それだね。ちょ、天然出ちゃった。天然じゃないか。間違いじゃないよ、天然だよ。間違い。いやいや、天然だから。リポンは巻きも強いけど力も強いよね。そうだね、ちょっと今ね二の腕ね、いい感じに見えてるよ。最近上腕二頭筋アピールしてるわ。よし、こんな感じ。なんか今おかしいかもしれんけど、こんな感じで、その後にじゃん、このちょっと本当にボロボロなんですけど、櫛をこうやって溶かします。それでいい感じにね、なじませてください、こうやって。そしたらなんかさっきとはちょっと違う感じになるんですよ。ちょっと下の方でふわふわって感じになるんで、でこれで完成で、こっからがエリポンになれる最大のポイント、じゃん、ストレートアイロン。これをまずシューってこっち側やります。シューってやって、ここは浮かせないの、なじませるの、シューって。それでそう、こっからがね、ポイントなの、エリポンになれる最大のポイントね、前髪。エリポンストレートアイロン化して。いやいや、今無理でしょ、今無理でしょ。そう、で、待ってね、これで止めて、シュッて、これでクルンってやるんです、下の方、わかるかな、こうやってクルンって。そう、こうやってやって、こうやってやります。それで、なんか毛先だけ、全部が丸くなったらいかんで、毛先だけ丸くするんですよ。なんか、これの、この髪型の時は、なおさらいつもよりくるんってさせたい感じに、出入りをこだわってて、よいしょ。なんか、これね、巻くのとか最初すごい難しいんやけど、シューって、こうやって、シュー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 ってやってったら、ちょっとずつ、こうやって、これで櫛解いてったら、やっとかな、こう、こんな感じで、最後の上のやつ取って、これも同じようにくるんってやって、櫛で解いてったら、じゃん、君の代わりは癒しないのエリポンの完成でーすね。ちょっとこれどうやって見せたらいいかな。横はこんな感じで、ここ負けてないね、まあ、ここ、こことか余った毛とかもね、めっちゃ巻いてって、みんな、よいしょ、こうやって、もうなんかね、こんな感じで大丈夫かな、じゃん。大丈夫かなとか適当やけど、こうやって横がこんな感じで、3つだけ結ぶ、ねじって結ぶのと、あと巻きは結構強めで、こんな感じで横結構巻いとやろ、こんな感じで、で前髪は毛先くるんってして、可愛くアイドルっぽく、皆さんも試してみてください。以上、生田絵梨のヘアアレンジでした。バイバイ。生田絵梨のヘアアレンジをご覧いただきました。今見てて思ったんですけど、やっぱり博多弁ってすごい可愛いですね。なんか私も北海道出身なんですけど、全然方言が出てこないんですよ。でも生田さんと一緒にいつも話してる時に方言が出るから可愛いなってすごい思います。そして私もヘアアレンジをしてもらって、生田さんにヘアアレンジをしてもらったことがあるんですけど、すごい上手いんですよ。すごい上手いんですし、なんかもうコンサートでもあんまりバラバラっとならなくてピシーってしてるんですよ。だからすごい何回も尋ねちゃうんですけど、ゴムが切れるんですよ。なんか生田さんにやってもらうとゴムがパチンって切れちゃうから、なんかすごい、うん、不思議だなって思う時はあるんですけど、なんか機会があればもう一回やってほしいなって思います。
今回のハロステいかがでしたか。まずはモーニング娘。ワンフォーから告知をさせてください。演劇女子部ミュージカルリリウム少女純潔歌劇が6月5日から19日池袋サンシャイン劇場、6月20、21が森の宮ピロティンホールで行われます。リリウム少女純潔歌劇のオリジナルサウンドトラック CD が会場先行発売決定しました。イエイ。詳細は劇団プロジェクトのホームページをご覧ください。そしてですね、前回と今回私が、MC をソロ MC を担当させていただいたんですけど、1回目、前回はすごい緊張して、ただ緊張してもう何喋ればいいかもわからない状態だったんですけど、2回目はもう楽しもうとか、すごいなんですかね、もう頑張っていかなきゃダメなんだってすごい思って、すごい楽しみながらやって、すごくなんか楽しかったので、なんか今後もこういうことを頑張っていきたいなと思います。今回の MC はモーニング娘。ワンフォーの佐藤まさきでした。またお会いしましょう。バイバイ。